ちか。あ、縦。切った。やった。はい。あ、かわいい。うん。おっそすチュニック、続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。ということで前回の続きでございます。とりあえずはまあここやね。西の鐘を鳴らしに西の方にとりあえず進んでいけばええー、のかなぁ。ただなんか前めちゃめちゃ強い敵出てきたからなぁ。正解ルートがまだわからんぞ。あ、こっち行けないね。まはん。渡ったりはでけへんし、橋をどうやって下ろすんやろな。ああいうやつの下ろし方が分かればまたちょっと展開変わってくると思うんやけど。ブルブル、やば、多い多いぞ。やめてん。ヒットエンド、ヒットエンドです。あはん、はい、おお、なに今の。あ、スタミナか。スタミナがなかったからちょっとめっちゃ食らいましたよっていう、そういう感じかな今の。回復めっちゃ食らうのよな。回復ポーション、いやいやいや、3つ手に入れたけど持たんぞ。ほいほい、 OK。 とりあえず西の方、西の方、西の方。こっち、え、今どこや。あ、ここまで来た。この辺で前めちゃめちゃ強い敵出てきたよな確か。でもこっち行かなあかんくない。西の庭園に多分行かなあかんやろ。こっち行ってみます。あ、な、新しい。おどどどど。待て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 。あ、やばいやばい。死ぬ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 。おい。やってくれたな。あ、こっから。あれをまた回収しに行かなあかんわけでしょ。頑張れ。行くぜ。もっかいあそこまで。で、あ、大変。はい。はい、はい、はい。遠距離と近距離と、バランスのいい、組み方しとんな、的な。いや、ここもや。そう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 。逃げた方がええんかな。怪獣。オッケー。めっちゃ来るやん。せこいて。お前らせこいて。す、あ、ちょ、邪魔。キーンが邪魔。いや、なんかもっと、くそ。入れ倒し方ないんかな。はい、はい、はい。OK。さっきよりはいい感じ。で、倒せんのかなこれ。はいはいはい、避けて、うたたつ。いってって回復。いった。あ、これが出てきたな。回復、もう全部回復。盾がないかな、どっかに。お金か、ここ。盾があったりしたらだいぶ戦い方が楽になる気がせんでもないんやけど。
あーもうあれやばいな。アイテム盾なんてないもんな。あれこんなんあったっけ。これなんや、なんやこれ。あーあーあああちょい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 、ういっす、その弾くやつやめよう。腹立つわあれ、キーンじゃないのよ。向こう行かなあかんのかな。ちょっと敵が強すぎるんですけど。お前来た、こいつ立てよな。うわあ、いやこれ無理マジ。マジで、あ、ありがとう。進む、進む道こっち？はっ、今避けたとこを叩く。その立てくれ、立てもらえない。逃げるが勝ち。逃げて、無理やぞ。はいはい、うい、振らせて、はい、あぶな、回復ください。あーこれは前なんか出てきたけど、お金もらえるだけ違ったっけ。はいどうも。何もできへんのよなこれな。むずいぞ。どこに行けばいいんや。でも西の方に行かなあかんやろ多分。あ、あ？移動 P29。移動か。あ、ちょっと待って、これ下降りていけそう。ん？いけんのか？通りまーす。あ、鍵ある、なんか。え、ちょっと、ちょっと、あぶね。鍵持ってるな、あいつ。なんか来た、なんか来た。あ、そこ通れんのね。やめて。はい。ヒット。ここ通れたぞ。どこに繋がってんや。 A ボタン、あ、なにこれ、こいつの鍵絶対大事やん。ただ一回ちょっとこの辺でセーブポイントないかな。なんか気になるカメラワークやな。これは何だい。だって、あ、お金立てくれ、立て。これで向こう側に行ったりできへんのかな。ささささささ、こっち、あ、いけるいけるいける。あー、それやばい、やーだ。耐えた。回復&セーブをください。死んじゃいます。あー、この辺にないか、セーブ。結構でもこっち来たな。セーブってこの狐の見た目しているやつってことは、この辺ないな。あの橋を下ろすことができれば、近道して簡単に。うわー、もうそれはやばい。もうきっつー。はい、あそこまで頑張っていきましょう。逃げる、ダッシュで逃げる。
あ、こっちじゃない、あれどこやったっけ、あ、いったちょっとごめん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 、あ、いっぱいいっぱい、違う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 、そう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 、その鍵よこせ、無理か、さすがに無理かちょっと降りる、回復、やば、いやでもあの鍵絶対なんかあるよね、わあ、ごめんごめんごめん、あ、繋がってんのか、なんかその辺そういう感じで来てんやな、こいつら。ただこいつを倒せば、うっす、やめとこう。ちょっと敵強すぎひん、マジで。あー、一旦この辺で俺の、あれ、あ、あったあったあった、回収して、でももう体力なくて激ムズなんすけど、あ、なんか入れた、お、お、何やここ、セーブポイント、回復ポイントはありませんか、この辺入ったんやんな俺な、どこ、あ、出てきたぞ、このまま、あれ、思ったのと違うな、あの橋を下ろせたらな、あー、どこに、あ、あれ、ここって、あ、そんなルートが、あ、でもこれで一回ちょっとセーブしてオッケー、いや、これむず、でもこれでこっちから、ああ、簡単にあそこまで、こいつら無視して、え、いける、ええのかこのルートで、とりあえずは行くか、で、はっ、やめて、くそ、くっくっ、ボロボロなのよ、あ、何？あ？死んだ。え？何が起こった今？え？倒したと思ったらこっちが死にましたけど、爆発したんかな？むずいやんけ。はい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 。これで？さささ、あれ復活してる、ちょっと俺の、よし、ドレス取った、で一回回復バカする、うふん、おい、はちゃめちゃやな、おい、お金ばっかり出てくんな、倒す意味あったんか、結局あれでも回復したら多分復活すんやんな、回復しといて駆け抜けるしかないよな、ここらへん、これをうまく避ける方法ないんかな、ちょっとまだ俺避け方が見出せてない、こういう感じはあ、あれ、こっちからも行けないな、これ
使い方わからんけど使うぞと、あ、え消えてた。俺の身代わりを召喚するみたいなアイテムなんかな。ちょっと待ってくれ。ほんでこっちなんもないやんけ。ってことはやっぱ鍵のやつ取らなあかん感じかな。うわー、それ以外行けるとこなくない？ささ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 はっさあさ、いや、うん、無理じゃね。いや、ちょこれ倒す無理じゃん、避けながら。ブレスオブザワイルドのロボットみたいな、それぐらいの強さを感じるんですけど。またあそこまで戻って、自分の抜け殻取ってやな。これはあー、ふっち降りろ。マジでブレス・オブ・ザ・ワイルドのロボット級の強さあるよね、あれ。これは厄介。回収せいや、回収。いや、もう死んじゃう。やっぱってことは、何としてもちょっとこいつを倒さなあかん気がする。一体戦闘がマジで むずぎ。いっす、はっ、届くんかい。やめて。はいはいはい、回復で、こいつや、はっ、避けて。よし、近づいて避けて。全然殴れへんけど全然殴れへんけど、はっ、ローリングするともう後ろに、せっ、ちょっとだけダメージ与えた。はっ、はい、これを繰り返す感じか。やっ、て、盾が邪魔。はっ、あ、さよなら。めっちゃむずない想像以上にむずいぞ。こうなってたら、でも行くしかないよね。なんか別ルートで、いや、ちょっと雑魚が多すぎる。もっと簡単にあそこ行けへんのかな。こいつらいるからな。移動、はい、何もできへんのよな。この辺降りるとこないし、ちょほいほいほい、一回ここ入ればいいんじゃん。一回ここ入って敵をリセットさせて、はい、天才、どけ、くんな、たた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 、さっさで、さっさ、ああ、まだ来るな、こいつ。来なくていいのよ。はい。眺めたはるわ。ほい。ほい。よし。いっその戦い。今度こそ、回収。ふっ。そっか。あ、盾なくなりやった、こいつ。いつ、ちょ。あ、なんか実績解除したけど、よう分からん。はっ、ひゃっ、強
やっぱ避けてから、避けてから殴るのか。はっ、なんか鍵先取ったし、うっす、ちっちゃ違うおい、変なタイミングで鍵取んなよ。へえ、でも鍵は取れてるわ。どうなる、あれ魂回収せんとほったらかししてたらよくないんかな。これでここ行けんじゃん。ほら、あーもう行こう行こう行こう。に、あ、何ここ、20円なくなるだけやろ。ほい、お金、うん、こっち行けんのか。うわ、一瞬だけの優しい音楽でした。こっちか。あ、立て、来た、やった、はい、あ、かわいい、うん、これでだいぶ展開変わるんじゃない。ズズズズズ、待て、こうなったら盾を手に入れた俺があんな奴らぶっ倒してやるよ。まずはお前で様子見や。おい、と、キン、あ、盾スタミナがあるっぽいな。え、めっちゃ楽じゃない。でも、おいおい、あー、もう今までに比べたら、あ、超楽。来た、た、いった、ごめん、嘘、時代は盾でも、時代は盾です。オッケー、これでもう全然違う。やってくれたなあいつら。来いや、ふいふいふい、はい、俺も盾やるから。あ、それは、あの遠距離のはガードできひんのか。キン、ほいほい、あー全然楽食らってるけどな。ちょっとこの辺のこう片してから、あれ多分ビームは多分なんか無理な気がする。ゼルダ的なことを考えたら、あっぶねー。イエス、何これ、わからんのばっかりやねー。うわー、なんか大事そうなやつ。なんや、装備してたらなんか意味ある的なやつなんかな。どいてねー、俺の魂回収させてねー。はい、え、違う、あ、違う、回復、あ、なんかいっぱい来た、せこいせこい、え、は、は、はい、はい、うわ、なんか遠距離ビームも飛んできたぞ。これは無理なのよな。お、お前の、あ、あれ初めてちゃう、回復ハートが追ってたん、前の、すげえ吹っ飛ばされる。じゃあ、ヒッ、イエス、あ、だ、こいつは多分避けながら倒さなあかんわ。はっ、ヒッ、スイスイ、多分こいつの全然ガードできる雰囲気じゃなかったから、ふん、おい、おっしゃ、来た。でも別になんかもらえるわけじゃなかったね。オッケー、でも盾があるおかげでだいぶ楽になってるで。
ただ行くべき道はやっぱあの家入ってってのところってことよな。うっつ、いや、やっぱこれガードできひんや。困りました困りました困りました。お、開けれるやん、ここ。そんなルートがあったのね。来ないで来ないで、一旦一旦一旦回復はあ、いやー、むずい、このゲーム想像以上ですわ。とりあえずこれでここ入っていけるってことよね。新しいとこ行こうぜ。レベル上がるとかそういう概念はないんやもんな。ゼルダ的な感じよな、多分な。だから多分ハート的なのを集めまくったら多分体力が増えるとかそういう感じちゃうかな。おい、ここ繋がってんのかい。これ最初からいけたんかな。はあ初見では気づかへんようにうまく作られてんのかな。あ、なんか牙みたいな。うん、装備できる系じゃないな。骨、うわあ、動くんかよお前ら。新しい敵なんや、下長い版ドラキーみたいな。ああ、あ、ほら、こういう背景が見えへんところなんかあるんやな。初期の FF みたいな雰囲気があるぞ。はい。へえ、わからん。なんか多分、アイテム持ってたらできんやろうな。使ってもうた。関係なさそう。わからん。とりあえず今じゃなさそうやぞ。こういう隠れたところとか、あとはちょっとだけこう角度変えつつ、いろんなところ見るんが大事っぽいな。ここは、こっちは暗い地下墓地ってなってるよね。まだじゃあこっちじゃない気がするけど。うわ、こういう進み方。あかん。全然見えへんで。なんかいる。やめときます。ごめんなさい。あ、でもここでずっと待ってたら、あいつ来るぞ。うわ。ガード。普通に骸骨やん。はい。普通に倒せるな。でもなんか松明みたいないるんじゃない、あれは。はい、はい、はい、いつ、はい、はい、オッケー、来い、キン、はい、はい、キン、はい、うーん、他は宝箱なんか守っとんな。こういいや。やめて。もうすっかりローリングを全然俺使わんようなって思ったけど。ええんかな。はい。なんか人参みたいになんでできたけど。唐辛子かな。柿の種になんか房だけつけてる感じかな。危険って書いてたで。
あそこになんかアイテムみたいなのあんのよな。ガド、あれ取れないな。あー出た。いやーきつ。あれをでも壊してしまえばなんかなるんちゃう。頑張れ俺。いっす。お前なら頑張れる。うっす。はははは、ういっす。回復これ。あ、下ろせない。下ろせ下ろせ下ろせ、頑張れ。え、回復。オッケー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 。あ、説明書かこれ。ズーン。あ、なんか攻撃力、ん、力を高めることを望むなら、ん？お？攻撃力アップの方法があるんか。これくらい強くなろう。君ならできる。庭園の騎士。ヘルスポイント。さっきなんかさ、あの、この牙みたいなの取ったよね。これか。これを、いや使えへんのよな別に。ん？もう一個のこれなんやろな。これ花か。これがじゃあ HP か。これをお金と一緒に捧げろってことかな。ちょっとこっち行こう。これでつながったな。これでここで、あ、いける。捧げますか。捧げます。はい。あ、なるほど。レベルアップ。はあ。で攻撃力上がったし、これで HP が上がるってこと。捧げまーす。ズーン。これで、お、 HP も増えた。やったぜやったぜ。説明書大事。よくできてる。あれ拾わんと絶対わからへんわ。であいつを倒す。お前を倒す。強くなった俺が。うらー、逃げろ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 。よっしゃ。あ、でもあれは取れるわけじゃないのね。おい、強くなったぞ俺。おい、どっち見てんの。おい、やっぱ3発で倒せる。楽しくなってきました。最初はちょっとただの激ムズだけちゃうんけとか思ってたけど、うまくできてるわ。ただまあ難易度は結構高めのゲームやと思うぞこれ。どっち行ったらいいんかな。危険って書いてたあっちを先に行くべきなのか、こっち行ってみようか。あ、これもなんか俺取ったよね。これいい方がまだわからん。
庭園の騎士を最終的にこれ倒せってことなのかな。これくらい強くなろうってことは、それを結構集めなあかんってことやな。出てこい、そのアイテム。お、HP のやつちゃん、これ早でもって危険って言ってたエリア来たけど、これ以上は上がれへんね。ってことは、あー、一旦ちゃうわ、あの奥が危険なんかな、この閉まってるところ。いた、ガードしろ。ちゃんと敵の方向いとかなあかんな。ほいほい。なるほど、これでじゃあお金の使い方もちょっと分かってきたから、あ、これで強化しつつやね。さささささ、あの説明書取りたいな絶対大事やん。ちょっともう一回強化して、強化したらあの穴を降りてったらいい感じじゃ。250。おいおい、もう HP レベル3になったぞ。変かい？ズズン。ナイス。オッケー。いいね。これで、ここを降りてみましょう。どこに行く？井戸。井戸の真下。あ、今ここをじゃあ入ったって感じか、やっと。行けてないとこでも俺多分まだ結構あったよな。この辺結構、とりあえず逃げつつこっちに来ちゃった感じだったからな。あの辺でアイテム取りこぼしてるかも。あ、スライム出てきた。確かあいつスライムっていう名前やった気がする。どっかにそんな説明があった気がします。ないあれ、気のせいか、俺の記憶違いか。あー、スライムじゃなかった、スロームやった。うん、防御してたじろかせよう。オートボルトの周りを回って盾を使おう。でも盾、あ、コツ、ジャストガード的なんが多分やっぱあるんやな。というか井戸の地図やん、ここ。ほーん、ちゃんと説明書書いてたやんな。来い。なるほど。へえ、おいった、バカすんのかい。ゼルダでもあんなんいたよね、ひっくり返るやつか、盾でガードしたら。えい、おいでやす。キンで、バカす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 間に合いませんでした。ほい、いいね、防御アップのくれ。あー、なんかそれっぽいの来たぞ。あれは、ポーションか。あ、回復量増えるってことかな。あ、ここ取れる。そして何かあった。イチゴみたいな。これは普通のアイテム。普通の回復アイテムやった気がする。あ、ここローリングできひんにゃ。だから、さっき、スライム爆発避けれへんかったのね。うん、これでよし。捧げます。はい、これでポーションの回復量が多分増えたと思います。で、セーブ。うん、で、
とりあえず今移動の、ここにいんのか。なんかドクロがあるね。そのうちボス出てくんのかな。ちょっと気になるところではございますが、今回はここまで。この続き、また次回プレイしていきたいと思います。楽しくなってきましたね。やっと強化もできてきましたわ。それではまた、よろしくどうぞ。